7月7日、ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズの試合で、ドジャースの内野手クリス・テイラーが、ベンチで怒りを爆発させたことで、注目を集めました。テイラーが自分の成績に対する失望を表現しようとする中、低い打率で三振した後に、バットを床に叩きつけたのです。ドジャースのホームグラウンドで行われた試合で、テイラーは9番打者として、三塁手を務めました。4回表でアウトがなく、2塁と1塁にランナーがいる状況で、 テイラーはバントを試みました。しかし、連続して2つのファウルを打った後、3球目を空振りし、三振に倒れました。この失敗は、テイラーが冷静を保てず、ベンチに戻る際に、バットを床に何度も叩きつけて怒りを表しました。クリス・テイラーは、今シーズン、非常に悪い打率で苦しんでいます。この試合前、彼の打率は0.156、ホームランは2本、オプスは0.500でした。 7月6日の試合でも4回の打席で安打を記録せず2回三振し打率は0.151126打席で19安打に落ち込みましたテイラーの行動はファンやメディアから多くの反応を引き起こしましたアメリカのトップスポーツチャンネルであるフォックススポーツは彼らの公式 X アカウントにテイラーの行動のビデオを投稿しました多くのファンが彼の成績に対して同情と失望の声を寄せました注目すべきコメントとして 彼はかつて素晴らしい選手だったが、今はどうだろう。彼が失望しているのは理解できるが、バントに失敗して三振するのは、本当に悪いイメージだというものがあります。この怒りで、彼が怪我をしないことを願っています。私個人としては、テイラーは、ドジャースに長年重要な貢献をしてきた、優れたサポート選手です。彼は優れた打撃能力を持つだけでなく、重要な状況で常に信頼できるチームメートです。今シーズン、彼は年齢による体力の低下を示していますが、 夏の中盤以降に調子を取り戻し、プレイオフで再び輝くことを願っています。大谷がドジャースに来る前から、私はクリス・テイラーが好きでした。目立たないながらも、テイラーは決定的な場面で強力な打撃力を持ち、内野外野の両方でプレイできる、貴重な選手です。敵にとって、テイラーが危険な状況で登場することは、常に脅威です。今シーズン、テイラーは何らかの理由で、打撃に苦しんでおり、彼自身も非常に辛い思いをしていると思います。 テイラーがベンチで静かに座り、タブレットの画面を見つめている姿が何度も記録されています。数年前、メジャーリーグの選抜チームが日本に来た時、テイラーもその一員であり、彼は日本の高校生選手たちにアドバイスを求められた際、冷静にインタビューに応じていました。感情をあまり表に出さないテイラーが、ベンチで怒りを爆発させたことは、彼が非常にフラストレーションを感じていることを示しています。 それでも私はテイラーが決定的な状況で信頼できる選手だと信じています。テイラーの貢献は統計には現れませんが、それでも非常に重要です。彼はドジャースを長年支えてきた大きな貢献者であり、若い選手たちに勝利の精神を伝え、多くの積極的な影響を与えました。ロバース監督は彼が調子を取り戻すことを期待して、彼を使い続けるでしょう。テイラーの成績が低迷しているのは避けられないことかもしれません。 ドジャースが今年のチャンピオンリングを目指して努力している中、結果は常に期待されています。現在、ベッツ、ヘイワード、マンシーの不在中、どのポジションでもプレーできる、テイラーのような選手が必要です。しかし、これらのポジションが埋まると、テイラーにとって状況はさらに厳しくなります。彼の年齢を考えると、少なくとも打率0.250を達成する必要があります。 ドジャースが条件を満たす場合、テイラーが自信を取り戻すために、マイナーリーグでの調整が最良の方法かもしれませんが、現状ではそれが許されていません。テイラーが試合中に調子を取り戻すことを願っています。クリス・テイラーは、妻と共に、事前基金を設立し、様々な支援活動を行っており、彼が良い人格を持つ人物であることを証明しています。今シーズンの成績は、期待外れであるものの、多くのポジションでプレーできる能力を持つテイラーは、 依然として貴重なリソースです。数年前、ドジャースは、テイラー、マンシー、ペパーソンのような選手で有名でした。最近、テイラーは打撃で良い結果を出せず、打率が0.100以下に落ち込み、これが多くのプレッシャーを引き起こしているに違いありません。それでも、テイラーは、ドジャースの貴重な多彩な選手です。もし彼が打率を改善できれば、テイラーは再び素晴らしいプレーをすることができると信じています。テイラーは、もともと打率0.250前後の打者です。 彼の給与は、ラットチームで、7番目に高く、投手も含む、テオの次で、スミスの上です。これを見ると、彼の現在の成績は、本当に厳しいです。彼の契約は、2026年まで続きます。もし彼が現在のポジションでうまくプレーできれば、下位打線ももっと期待されるでしょう。CT3 や、ルクスのような下位打線の打者は、大谷へのバントがうまくいくように調整する必要があります。さもなければ、ドジャースの得点能力や、大谷の得点も上がらないでしょう。 テイラーは、ドジャースが多くの選手を怪我で失っている状況で、非常に必要です。彼は、内野外野の両方でうまくプレーでき、得点機会に強い貴重な選手です。バントに失敗し、アウトになったことは、本当に残念な結果ですが、彼の苛立ちは理解できます。実際、テイラーの行動には同意しませんが、ヤクルトスワローズのファンとして、村上や山田のような若い選手たちも失敗した時に後悔し、感情を表現することを望んでいます。 悪い打撃の後、彼らはベンチに座って、自制しているかどうかわかりません。山田は大きな契約に安心しています。パジェスもポップフライを打って、バットを床に強く叩きつけましたが、これは手首を傷つける可能性があるので、やめるべきです。私は感情を表現する選手が好きですが、自分を傷つけないでください。テイラーは前田がプレーしていた頃から、ドジャースに所属しており、最も長い在籍期間を持つ選手の一人です。 しかし、どれだけ良い成績を持っていても、高い品質を維持するのは、非常に難しいです。テイラーの体は、依然として健康ですが、これが彼をさらに苛立たせています。怪我をした場合、事態はさらに悪化します。テイラーはもともと打率が低く、最近では220に過ぎません。また、三振数が試合数を超えており、150回以上の三振を記録しています。そして、33歳という年齢で、視力の転機にあり、打撃能力の低下は避けられません。 バントを成功させるためには、ボールを打てないことを前提とすることが、技術的に難しいことを示しています。バントは実際、不器用にボールを打つよりも難しいです。ボールが飛び上がったり、相手に簡単にキャッチされたりすると失敗します。多くの場合、エンドランの指示があると、ボールが外に投げられても打つ必要があります。バント技術は、非常に難しいスキルであり、うまくできる人は、職人と呼ばれます。打率が10%しかない人は、ボールがよく見えていないに違いありません。 バントを要求するのは不可能です。この場合、他の打者に交代するしかありません。いずれにせよ、試合中に大谷が球を選んで、結果は変わりませんでした。しかし、ブルワーズの守備陣は、ミスを犯し、混乱しました。その状況で、バントを実行していれば、もっと興味深い状況が生まれたかもしれません。この機会を逃したのは、本当に残念です。テイラーがゴールを奪いたいのは確かであり、彼も自分の現状や、投手陣のプレッシャーを理解しています。 若手選手が台頭してきており、テイラーは今こそ全力を尽くすべきです。クリス・テイラーは現在困難に直面していますが、ファンやドジャースのコーチ陣は彼が調子を取り戻し、チームに貢献し続けることを望んでいます。スポーツの世界では浮き沈みは避けられず、困難な時期を乗り越える能力がアスリートの成功を決定づける要素です。クリス・テイラーは自信と調子を取り戻すために、時間とサポートが必要です。 ファンからの反応は批判であれ激励であれ彼に対する関心と信頼を示しています。今後の試合でテイラーが自分の真の能力を発揮しこの困難な時期を乗り越えることを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。